こんにちは。プロトレーラーのショータです。えっ、ー、と、今後のドル円の相場展望ですね、行っていきたいと思います。はい。で、こちらはですね、えー、ドル円の4時間足者と表示しているんですが、あの、以前のですね、えー、ドル円の相場展望の動画講座をですね、ご覧いただいている方はね、えー、もうご存知だと思うんですけど、あの、以前の、えー、ドル円相場展望の方で、あの、ここのね、 えー、上昇パターンのウォルフ稼働についてですね、解説してたんですけど、まあ、この上昇パターンのウォルフ稼働が、あの、バチッと決まってくれてですね、えー、このようにあの、14ラインこう、まあ、2本引いてるんですけど、まあ、この、えー、メインのね、14ラインまでですね、えー、この上昇で、あのー、まあ、しっかりとこうタッチしてくれてますよね、ここでね。うん。まあ、この大陽線の、えー、上髭で、 このメインとなるこの上昇パターン、ウォルフ稼働の14ラインにここでタッチしてきて、そこからまた跳ね返されて下落して、で、また再度上昇して、今度はこのサブとなる14ラインにここで、まあ、タッチしてきて、で、再度下落と。で、また上昇してきて、で、今106.347で止まっているという状況ですね。 で、まあ、このようにですね、あのー、まあ、ウォルフカードをね、しっかり使いこなせるようになったらですね、ええー、まあ、まず、まあ、ま、えー、個々の上昇でしょ個々の上昇と、あと個々の上昇。これどちらともね、あの、しっかりと、ええー、利益獲得、ええー、あの、できたと思いますんで、あのー、なのでね、まあ、ウォルフカードは、 やっぱりその強力な手法の中の一つでありますんで、あの、しっかりまあ使いこなせられるように、まあ僕の過去のウォルフ稼働に関する動画講座だったり、あとあの、まあもっともっとね、あの、ウォルフ稼働は、えー、奥の深い、え、部分がありますんで、そういった奥の深い部分を学んでいただくために、あの、僕のトレード教材の焦達式12等セ特トなどもですね、えー、ご参考いただけたらなと思います。はい。で、えっと、まあ今後の、えー、ドル円の えー、まあ、注目ポイントとしてはですね、あのー、まあ、ここ、ここにですね、あの、わかりやすく、その今、今、えー、押し、押し安値をですね、こう、形成しているんですけども、ここ、えー、値段で言ったらね、えー、大体、ま105.639ですね、あたりで、まあ、ここで、あのー、押し安値形成しているんですね。で、ここの押し安値が崩されると、えー、ここの安値圏内ですね、 うん、この辺りぐらいまで下落してくる可能性というのがまあ高まってきますので、まあ、なので、その、まあ下落目線で考えている人は、まあここの押し安値を明確に下回ってくるかっていうのをその注目しとったらいいかなと思いますね。うん。で逆にその、まあ上目線の人はですね、えっと、まあまずあのここの高値ですね。ここの高値を明確にえ上回ってきたら、え、再度ですね、 あのこのサブとなるこの1 4ラインですね。このサブとな,サブとなる1 4ラインにそのタッチしてくる可能性というのが、えーまあ、ひとまず高まってきます。うん。そして、ここの高値、今度はここの高値も、えー、さらに上にブレイクしてきたら、えー、次はですね、えー、っと、まあ、ひとまずここの、えー、戻り高値を目指してくる、えー、可能性が、まあ、まずは高まってきて、で、ここの戻り高値もさらに、えー、上にブレイクしてきたら、 再び、このメインとなる、この1 4ラインですね。<laughs> すいません。このメインとなる1 4ラインに再度タッチしてくるような上昇が、まあ、起きてくる可能性が高まってくるかなと思います。はい。で、えっ、ー、と、以前のあの、えー、ドル円の相場展望の動画講座でも話してたんですけど、まあ、この今ね、 この下落の波にあの今支配されている状況なんですけども、この下落の波のあの最後の戻り高値って言ったら、もうあの、ここしかないんですよね。うん。ここ。これがこの下落の波においての最後の戻り高値なんですね。値段で言ったら107.280あたりなんですけども、なのでここの戻り高値を えー、ここの戻り高値すら明確に上にブレイクしてくると、その、結構その上昇の優位性が高まってきて、えー、一気にですね、えー、っと、まあ、ここにね、あのー、サポートラインが存在してるんですけど、このサポートラインである、まあ、108.473あたり、えー、もしくはここも突っ切ってきて、もうこの高値あたりですね、この高値とか、まあ、ここの高値とかあたりまで一気にこの、えー、上昇してくる。 可能性がね、えー、また高まってきますので、あのー、まあ、ここのね、戻り高値も注目してほしいですね。うん。ここの戻り高値を明確に上にブレイクしてくるか、それともこのあたりで抑えられて、また再度明確に下落してくるかっていうのをね、まあ、見といてほしいかなと思います。はい。<laughs> で、えー、っと、僕のあの、ラインアットの、えー、方でですね、あのー、視聴者さんからですね、 あの、ユーロドルの、ええー、あの、今後の相場の展望も教えてほしいですっていうご質問があったんで、ええー、ちょっと、まあ、あの、ユーロドルのね、相場展望の方もですね、あの、また、えー、別で動画撮ろうかなと思うんですけど、あの、基本的にあの、ドル円とユーロドルはですね、あの、基本的にはその逆の値動きをしてくることが多いんですね。だから、例えばその、ドル円が、ええー、すごく上昇してきたら、 えー、逆に、えー、ユーロドルが、ユーロドルは、えー、すごく下落してくる、えー、ケースが多いって感じですね。うん、だから、そのドル円が逆に、その、まあ、すごく下落してきたら、えー、ユーロドルの方は逆にすごく上昇してくる、えー、ケースというのが基本的には多いので、あのー、まあ、基本的にはそのドル円とその逆の、えー、考えで、えぇ、ー、まあ、トレードしていくのが、ま、いいかなと思います。 あのー、ただその一緒の値動きをしてくる場合もありますんで、あのそこはですね、またあのー、それぞれの、まあ、その、えー、ユーロドルの、えー、チャートもしっかりとやっぱ分析していって、あのー、行く必要がまあ、あるかなという感じですね。うん。まあ、基本的にはその逆の、えー、考えで臨んでいけばいいかなと思います。あの、ユーロドルに対してはね。うん。そんな感じでございますかね。うん。 で、えー、っと、<laughs> んとね、ちょっと待ってくださいね。えー、っと、再度4時間シャート表示して、えー、っと、まあ、ここの、え、安値がですね、大体値段で言ったら105.053。まあ、あの、105円の切り板付近なんですけども、えー、っと、この105円の切り板も、えー、105円の切り板であり、4時間シャートの、この大きさでの、この、え、最安値である、ここも、 えー、明確に下にブレイクしてきたら、えっ、ー、と、次はですね、あの、もう週足レベルの話になってくるんですけども、あの、一気にですね、えー、ここの安値。これ今の驚異の週足ャーと表示してるんですけども、えー、ここの安値ぐらいまで一気に下落してくる可能性がね、まあ高まってくるかなっていう感じですね。で、ここの安値は値段で言ったら大体104.611ぐらいなんですけども、だから105円の切り板を、 明確に下にブレイクしてきたら、一気にここの安値である104.61あたりまで、えー、下落してくる可能性が、えー、高まってくるということを、えー、あらかじめは、あのー、なんだろうな、えー、抑えてお、えー、いたほうがいいかなという感じですかね。うん まあそんな感じでございます。あのー、まあえー、僕のね、あのー、まあ、動画講座をご覧いただいて、あのー、まあ、今回ね、あの、ここの、えー、ウォルフカード、えー、についても、あの、前回の、えー、ドル円の相場展望の方で話していたっていうのもあって、えー、まあ、ここの上昇と、えー、ここの上昇、えー、しっかり、えー、利益、えー、取って、あの、まあ、爆益につながりましたと。 いうね、そういうご報告、すごくあの僕のラインアウトの方でいただきましたので、う、あ、れ、のーまあ、しい気持ちになりました。はいであのーまあ、僕の,、ねあのーこのまあ、一般公開している動画講座だけでその学習していただくっていうね、まあ、それだけでもまあすごく、ね、あの学びにはつながると思うんですけど、まあ、やっぱり、あのー、こういったチャートのテクニカル分析っていうのは、えー、非常に多くの,の深い 部分がままだまだだ、えー、ありまして、えー、この一般の動画講座では、そのあえてかいあの解説していない要素っていうのはあの非常に多いんですよね。うんえー、なので、そういったあのもっと奥の深い部分もやっぱ学んでいただくためにも、あの僕のトレード教材のそのショー点式12等の特セットで解説している、えー、ノウハウたちもその合わせてやっぱ学習していただきたいなっていうのがあります。うんまあ、まずは、ね、あの僕の えーまあ、このチャンネルでアップしている一般の動画講座、えー、をいろいろとご覧いただいて、あのーまあ、学びにね、えー、つなげていただけたらなと思います。うんまあ、過去にもね、えー、たくさんの動画講座いっぱいアップしてますので、いろいろと、ねえー、ご覧いただくだけでも、ね、あのかなりその学びにつながりますからね。うんまあ、まずは一般の動画講座の学習からしていただいて、えー、そしてもっと奥の深い部分も えー、学んでいこうというね、そういう段階になってきたら、ショー多式12等トトセットのノウハウも学習していくと。うん。そこでどん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 そのトレードスキルをですね、あの、上達させていってですね、えー、その、今後の、えー、トレードのですね、あの、お役に立てていただけたら、まあ、幸いでございます。はい。で、あとですね、あのー、まあ、どこの、 えー、FX 証券会社ううのがいいいですかっていうね、まあ、そういうご質問もすごく多いんですけども、あのー、その僕がおすあの一番、えー、お勧めしているその FX 証券会社についての,その詳しいえ解説とか、あとその講座解説の仕方とか、入金方法とか、トレードのやり方とかっていうのはですね、あのー、僕が今現在そのプレゼントをしている あのー、マニュアルがあるんですよね。FX のマニュアルがあって、それはあの名前があの極意マニュアルって言うんですけど、その極意マニュアルをご参考いただけたらと思いますので、その極意マニュアルの中で詳しく解説してますから、えー、その極意マニュアルをご参考ください。で、極意マニュアルはそういったあの基礎の部分だけじゃなくて、あのえー、トレードのノウハウに関して、ノウハウに関して、あ,、えー、ウウてあと、えー、考え方ですね。その FX に対してのその、 えー、どういう考えで、その、まあ、トレードに臨むべきかっていうところとか、えー、どういう考えで、その、まあ、学習に取り組むべきかっていうね、そういった部分とかも、その、極意マニュアルを、あのー、 まあ、ご参加、なんだろう、極意マニュアルをご覧いただけたらですね、そういった部分もわ、まあえーまあ、かりますので、あのぜひですね、極、え、意、ー、マニュアル受け取っていただけたらと思います。はい、というわけで、あのこの極意マニュアルですね、あの受け取って、あのまあ、効率よく FX 極め,て、えー、極めていきたいというね、まあ、そういう方は、 あの、この動画社の説明欄にあの僕の LINE アットのリンク載っけておりますので、そちらから、えー、僕の、えー、LINE アットをまず友達登録していただいて、その後に僕の LINE アットのトークの方にですね、あの、極意マニュアル希望とメッセージいただけたら、えー、プレゼントいたしますので、ぜひ、えー、ご参考ください。で、あの、まあ、ご質問とかね、えー、なんかそういうのありましたら、あの基本的にあの僕の LINE アットのトークでのみあの受け付けておりますので、 あの、何かね、ご質問とか聞きたいこととかあれば、メッセージいただけたらと思います。はい。で、ここから先はですね、はい、あの、ちょっとまあ、雑談していこうと思いますので、あの、僕の雑談を聞きたいという方だけ、ここから先は、あの、ご覧いただけたらと思います。で、えっと、まあ、今回はですね、ちょっとあの、アイコスについて、ちょっとまあ,あ、語っていこうかなと思うんですけど、 あの、僕ですね、あの、アイコスとプルームテックをね、あの、ずっと吸ってるんですけど、普通に、あの、紙タバコの方は吸ってないんですよ。うん。で、あの、ずっとね、あの、アイコス吸ってきてたんですけど、なんかね、あの、最近ですね、あの、体質が変わったのか、あの、アイコス吸ってるとね、もうその、なんか、あの、お腹が気持ち悪いし、あの、ヤニクラを起こして、なんかもうフラフラしてくるんですよね。 だからもうね、あの、アイコス吸うのやめようかな、みたいな。もうそのプルームテックだけにしようかなって思ってるんですよね、最近ね。なんか、なんかね、突然、なんかこういう状況になっちゃって、ちょっとその体質がちょっと変わってきたんでしょうね、多分ね。うん。で、あの、この前ね、あの、僕あの、メルセデスベンツ行って、あの、オイル交換してもらってたんですけど、その時にあの、まあ、えー、オイル交換してもらってる間、まあ、暇なんで、あの、まあ、雑誌読んだりとかしてて、 でその、まあ、中でねアイコスは吸っちゃいけないっていうことだったんでその、まあ、タバコはね、うん、あのメルセデス・ベンツの中ではそのタバコを吸っちゃいけないっていうことだったんでその外にあの喫煙所があってその外の喫煙所でふ、あのーまあ、普段はねあの座った状態でアイコスやプルームテックを吸ってるんですけど、あのー、そこねその椅子がなかったんでその立った状態でアイコスを吸ってたんですよねそしたらね なんかもうそのヤニクラでもうなんかフラフラしすぎてあの倒れそうになっちゃってこの前うんそれでねもうちょっとあの決心したというかその時にあちょっともうあ,あのアイコスもうやめようかなみたいなそのプルームテック吸ってる時は全然大丈夫なんですけどアイコスになるともうヤニクラと気持ち悪さがなんかもうすごいみたいな感じになっちゃってで僕と同じ現象に なってしまった方、いらっしゃいますかねうん。なんかね、ちょっと、最近ちょっとその面がね、ちょっと不安になってきて、なんか突然の体質の変化で、ちょっとね、あの、不安なんですよね。うん。だからまあ別に、その、数量もね、そんな多くないんで、別にそんな、あの、アイコスが吸えなくなったからといって、そんな苦ではないんですけど、まあその突然のその体質の変化っていうところで、ちょっとね、若干の不安があるというかね。うん。 ま、吸わない方がね、まあ、健康にいいんで、まあ、その、もう吸わない方向でいこうかなと思ってるんですけど、うん。あの、やっぱね、あの、アイコスとプルームテックとだったらね、やっぱそのニコチンの量がね、あのー、違いますからね、あの、全然そのプルームテックの方が、あのー、まあ、あの、健康面で言ったらそのプルームテックの方がいいんで、もう今後はそのプルームテック一本でいこうかなと思ってます。うん。ちょっとね、あの、本当にね、あのー、焦りましたね。 なんかもう倒れそうになっちゃって。うん。もう初めての出来事だったんで、ちょっと焦りを隠せなかったですね。うん。で、まあちなみにその、えっとね、プルームテックはね、あの僕、すごい好きな味があって、あの、レモンティーゴールドアロマっていう味があるんですけど、それはね、あの、本当にね、もうレモンティーを飲んでるような気持ちになれるような、 味わいなんですよね。うん。あの、これ非常におすすめですよ。うん。あの、もしね、そのプルームテック興味あるっていう人はね、あの、いろんなフレーバー出てますけど、僕はですね、あの、レモンティーゴールドアロマージをね、あの、おすすめいたします。うん。あの、全種類ね、あの、吸ったんですけどね、僕はあの、もう、レモンティーゴールドアロマージもう、これだけになってきてますね、最近ね。うん。 で、あとはですね、まあ、たまにあの、あのブラウンのね、あのカフェモカージっていうのがあるんですけどね。まあそれもたまに吸ったりするんですけど、やっぱりね、あのレモンティーのやつがね、一番好きですね。うん。あのピアニッシモのやつなんですけどね。うん。これやっぱ一番いいですよ。うん。おすすめいたします。 まああのー、まあアイコスがね、その吸えない体になってきてるっていうところで、まあその、まあ若干の、まあ寂しさもあるんですけど、まあ、いいかなっていうね。うん。まあその、これも何かの、その神様からの何かのお告げかなと思いまして、あのもう、あ,あの、アイコス吸うなよっていうね、まあそういうメッセージなのかなと思ってね、もう吸わない方向で行こうかなと思います。 まあそのすもうそもそもそのプルームテックすら吸わないに越したことはないんですけどまあねやっぱりねあのー、吸いたいもんですよやっぱりそこは <laughs> あのはいそこはちょっとやっぱ吸わさせてほしいというかねうんちょっとぐらいやっぱりかじらせてほしいっていうねまあそういう感じですよねうんはいというわけでねあの今回ちょっとまあえアイコスが突然吸えない体質になってしまったえー、雑談をしたところで、えー、今回の 動画講座終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。プロトレーダーの翔太でした。失礼いたします。